はいどうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回の動画は、肘の関節、中関節の仕組みとその対する具体的なアプローチについて解説をさせていただきます。肘、やはり肩と並んで大変重要な部位になりますので、これはやっぱり手との関連というところもありますので、やはりリハビリ、作業療法の方でお手伝いできるところが多いかと思います。ぜひ参考にしていただけると幸いです。では早速なんですが、肘の関節の仕組みについてなんですが、肘の関節、中関節はスライドの方を見ていただくと分かるんですが、腕、上腕骨という腕の骨と、ここに頭骨と尺骨という2つの骨があるんですが、この間をつなぐ複合関節という言い方ができます。で、特にこの上腕骨と尺骨という骨をつなぐ腕尺関節という部分が狭い意味での肘の関節、中関節というふうになってきます。で、この肘の関節の特徴は曲げ伸ばし、専門的にはこれ屈曲と伸展と、それから回旋と、回内回外というふうに言うんですが、こういう方には動かしやすいんですが、靭帯がここで補強されているので左右に動かしにくくて、これが関節の中でも安定度が高いという特徴があります。で、これなぜかというと、やはり私は日常生活の中で手を使うということがすごく多いので、この手は効率よく動かせるようにという、ためにこういう構造仕組みになっているというのが特徴になってきます。で、一方でこの肘の関節は、肘そのものもそうですし、肩とか手の影響という障害の影響というのを受けやすいです。やはり腕全体 の, あ の, 影あの悪い方もいい方も含めて影響を受けやすいというところがありまして、特に前腕部と言われる肘から手首のところまで、ここにですね、制限が生じやすいという特徴があります。で、主な肘の関節の障害としては、やはり外傷、特に野球のピッチングがあります。それから転倒、子供で多いんですが、例えば肘をこうグッと引っ張ってしまう中内傷という疾患がありますし、それからテニス肘といわれるようですが、正確的には上腕骨外側上下炎というものは、あるいはゴルフ肘なんていって上腕骨内側上下炎なんていうものがありますので、ぜひこの辺りも含めて参考にしていただけると幸いです。ではここからは肘の関節の改善に向けたストレッチやエクササイズと、具体的な暮らしの中でできる実践できるポイントについて解説をさせていただきます。で、まずはストレッチやエクササイズというふうになるんですが、今回2つ紹介させていただきます。まずは上腕二頭筋という筋肉、正確に言ったら大胸筋も含めてなんですが、ここのリリースというふうになってきます。で、これは壁から少し離れたって肘をですね、こう伸ばして壁の方にこうグッとつけてください。で、体全体をこうグーッとねじって気持ちいいと思える程度までリリースをしていただけると、ストレッチエクササイズというふうになってきます。で、これ何度か手の位置を変えながらぜひ行ってください。で、もう一つは上腕三頭筋、背中の広背筋まで含めたリリースになるんですが、背筋を伸ばして胸を張った状態で、こう肩肘を曲げて頭の後ろに持ってきて、これグーッと頭の方にこう持ってくると、こういうエクササイズリリースになります。で、これら2つ、肘の関節対策というふうにもあるんですが、肩関節痛への対策というふうになりますので、ぜひ活用していただけるといいんですが、注意点が2つあります。で、まずは、これ、秒数、回数は載せさせていただいているんですが、あくまで目安ですので、休憩挟みながら疲れが残らない範囲で行ってください。それから、痛みのない範囲で無理なく安全に行っていただければなというふうに思います。さらに、暮らしの中で実践できるポイントというのも2つありまして、1つは、前腕部といった先ほど の肘から手首までの間になるんですが、ここの制限を受けやすいところを気持ちいいと思える程度のですね、軽い刺激でほぐしていくということが実はポイントになってきます。例えばアイシングをするなんていうのも一つ方法としてあります。それから肘の関節にこう手とですね、対象物、例えば食事動作がまさにそうなんですけど、この距離を調整するという役目がありますので、日常生活の中で動かすということを実は想定していただいて、ここの違いまで含めて骨や関節が動かしやすい方に、ここを持って無理ない範囲で動かしていくというのがポイントになっています。これどういうことかというと、例えば肘 の, 曲げ伸ばしをするときに力を抜いて行っていくと、実はこういう動きではなくて、こう手首がひねる動作と自然と入ってきます。なので、これに沿って無理ない範囲で動かしていくというのがポイントになってきますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。
今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。